球場プレシーズンマッチアルビレックス対ヴァンフォーレ。この放送は解説に津波聡さんをお迎えしてお送りしてまいります。津波さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始です。津波さん、素晴らしい天気になりました。そうですね、いいゲームが期待できますよね。キックオフ。さあ、注目の立ち上がり、アルビレックス、まずは攻め込んでいこうというところ。サウロ走った。今のダイレクトのパスでもつなぎ綺麗でしたね。中田軽く出して金子、大柴右サイド、木澤、リカルド、チャンスになるか。いい判断でしたね。これは突破できません。開始から1分、出した、大柴つないで、秋葉、サウロ、待望の一発。スタンドが大きく揺れる。それでは得点シーンをご覧いただきましょう。彼はいいシュート持ってますね。津波さん、最初の1本を決めるというのは大きいんですよね。そうですね、どちらにとっても重要なことですね。ヴァンフォーレ、精神的にはどうなんでしょう。まだ取り返そうという意識は感じますね。神妙、バックパス、神妙、チャンスだ、チャンス、神妙、レフェリーが時計を見ています。シュート、パッチング、どこまでも守ります。一気に出しました。ヘッド、最近そこからアイ、これは渡辺、アイ積極的に奪いに行った。神妙、そして才木、点差は1点、チャンスになるか、チャンスになるか、どうだ、コーナーキックに変わります。チャンスです、大きなチャンスです。セルジオ決めました。大歓声がスタジアムを包みます。さあ、今のプレイ、いやー、見せてくれますね。さあ、ロスタイム、強引にいった、上が鳴りました。オフサイドですね。ここで
終了です。ハーフタイムに入ります。津波さん、ヴァンフォーレちょっと苦しいんじゃないですか。そうですね、まあまだ後半がありますから、はい、分かりませんよ。そうですか。キックオフです。このハーフタイムでの選手の交代はありません。瀬戸、水越、ここで仕掛ける。前線へのパスが通った。まさにピンピンプラスルーパスでしたね。ヘッド、スライディング、新名、吉田、強引に行った。ヘッド、木村、そこから佐伯、ゆっくり回して主審のハインツ・ミューラーさん、ファウルを取りました。ヘッド、1分経過、追加点のチャンス。アルビレックスリードしています。一旦戻します。ナルオ、これはリカルド、あと笛が鳴りました。オフサイドですね。ヘッド、リカルド、つないでナルオ、シュート、いい判断でしたね。前方へフィードします。残り1分を切っています。ヴァンフォーレ、非常に苦しい試合展開になっています。出した、アルビレックスとしてはここでダメ押しの1点が欲しいところですね。レフェリーが時計を見ています。アルビレックスどうですか。ちょっとペース落ちてますね。そうですか。大きくキック、ヘッド、水越、後ろからのボールをオフサイドありません。打った、素晴らしいディフェンス。さあロスタイム、ナルオ、さあ折り返せるか、折り返せるか、折り返した、合わせた、はい、落ち着いたプレーを見せました。走った、この位置でのフリーキック、ダイレクト、絶好のチャンスを逃しました。ゴールキックです。アルビレックスリードしています。ヘッド、パスは通らない。アルビレックス勝ちました。この放送は解説に津波聡さん、実況は私清水大輔でお送りしました。津波さん、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さん、またお会いしましょう。